どうも、皆さんこんにちは。こんばんは。おはようございます。グランツーリスモスポーツのゆっくり実況やっていきます。今回は、GT リーグ、ビギナーリーグの中から、サンデーカップ第4戦と第5戦を、やっていきます。ちょっと感覚空いたな。3回分ね。先は長いんだぜ。頑張ります。第4戦の舞台は、アルザスビレッジ。お、R32GTR か。慣れないコースなので、パワーのある車をチョイスしました。まあ、レグレーション的には OK だな。海外で大人気みたいですね。33と、34もな。お値段が高騰してるとか、みたいだね。さすがに、ぐいぐい登っていきますね。RD26 様々だな。これはちょっと早すぎかな？かもしれないな。簡単に前に出れちゃうよな。走ってる分には、楽でいいけどね。この感じだと、ぶっちぎるんだろうな。そううまくいきますかね。おう、うまくアウトからオーバーテイクだな。膨らんじゃっただけなんだけどね。結果オーライってやつですよ。おう、危ない危ない。ほんと、簡単に追いつくな。これでも、カーハンデキャップもらえるんだよね。美味しいな。もう2番手だけど？トップまでは距離あるから。ってほどでもありませんね。2周目は一人旅になりそうだな。コースの解説でもするのか？解説できるほど走ってませんからね。じゃあ、どうする？とりあえず、手加減して走ります。加減しても、難しいかもな。ここ、ちょっと嫌な感じかな。なんとか一周持ったな。このマッチレース感、いいと思うんだぜ。できるだけ引っ張りたいですね。もうダメかもです。どうすんの？この先。ここからは無謀。それはダメだろ。少しでもいいから解説しろよ。頑張ってみます。と言っても、ライン取りとかはちゃめちゃなので、参考にならないと思います。この辺りは、普通に全開です。で、この先に、カルッセルみたいなところがあるんですが、軽いブレーキングで、前荷重かけた方がいいかもですね。ここも行けそうで行けない感じなので、減速した方がいいかな？と。ここはうまくライン取りすれば、全開でいけると思います。この直角コーナーは、シットダウンでしょうね。ここはアクセルでいけますね。
このヘアピンは、アウト側いっぱいから入りたいですね。ここから最終コーナーまでは、全開区間です。一応、解説できてるんじゃないか？ぼーっとしてると。ぼーっとしてんじゃねえよーって、言われますからね。誰？さあ。最終コーナーは、ブレーキングどうしようか、迷うところですね。難しいかも。そして、チェッカーです。レース終了。第5戦は、ニュルブルクリンク GP コースです。走ったことあるの？10周ほど練習しました。GT6 で走ってるのでは？ビースケが走ってましたね。なるほどね。浜田麻里さん、最高ですよね。大好き。動画に関係ないと思うんだね。そうですね。失礼しました。今回は、86GT です。ここから、863兄弟で行こうと思います。3兄弟？まあ、見ていてくださいな。なぜ、86にしたのぜ？ GTR 早すぎましたからね。確かに早すぎたな。早すぎると、レース楽しくないしね。雑談の間にテクニカルセクションだな。この区間で順位上げていかないとね。またいい感じで渋滞してるしな。どんどんやっつけましょう。もう5番手まで来たんだぜ。ビギナークラスだからね。さあ、インを取った。華麗なオーバーテイクだったな。この先は、ちょっと距離ありますね。じっくり行くんだぜ。コースの見込めてないな。そうですね。わかってないですね。やっぱり、直線厳しいですね。コーナーか、ブレーキング勝負ですね。その方が、映像的にも面白いのぜ。3番手に浮上。2番手。まだ、1周目ですけど。2周のレースですから。トップとは距離あるし。なるほどね。なかなか追いつけないな。パワー違うからね。この1コーナーも、いやらしいですね。ブレーキング気をつけないとな。膨らみますね。ここからが勝負ですね。相手は、コーナーがヘナチョコだから、一気だな。逃げないとね。高速セクションが不安ですからね。って、コースアウトしたらダメだよね。
逃げろ逃げろ。いまいちだな。ここ、全開で行けないのか？行けそうな気はしますけどね。ついてきますね。パワーに物言わせてるよな。ほんと、パワーに物言わせてますね。結局、ちぎれませんでした。レース終了。今回はここまでだな。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価お願いします。次回のご視聴お待ちしております。合わせて、ブログもご覧いただければ幸いです。